続いての企業ですが、はい、ミシェルさんは現役時代は整骨院はよく行かれましたか？おー、チームにトレーナーがいたからそんな頻繁ではなかったんだけども、うん、引退した後は多いよね、怪我の治療でね。整骨院助かるわさて今回の企業様は、うん、広島の地でプロアスリートだけでなく、うん、老若男女皆さんに笑顔を届けるこちらの企業様です、はい、なるほど。朝日整骨院代表取締役総院長久保浩二、専務取締役統括マネージャー久保純子。開業から15年、広島県広島市を拠点に夫婦で美と健康をサポートする地域密着型の整骨院。時にはスポーツ界、時には美容の世界のトップも訪れる折り紙付きの整体技術、そして足を運びたくなるカジュアルな雰囲気の院内は、開業から15年経った今でも多くのリピーターにとっての安らぎの場となっている。今回は全身のバランスを整える筋膜リリースやスタジオでの骨盤背骨の矯正体験など、施術のプロが教えるボディケアについて詳しく話を聞いた。もともとご主人と奥様で経営をされていたってことですかね？はい、もともと僕が骨盤を中心にこうケアをしていて、彼女は最初はもう受付としてもう働いて手伝ってこうしました、はい、いつからか一緒に奥様の方も施術をされるんですか？いや、治療の方は私は全くできないんですけれども、うん、はい、本当に最初は受付を手伝ってくれたらいいからっていうことで、本当に受付だけの業務で携わってたんですけれども、あるセミナーをきっかけに一緒に行こうって誘われて、まあ、私は本当に付き添いのつもりで、はい、行って、そのセミナーもボケーっと聞いてたので、はい、本当に付き添いだったんですけど、はい、でその帰りの新幹線で主人に練習どうするって、私相手になるよとかって言ってたら、はい、いよいよわしちゃうしって、えって、はい、自分がするんやでっていうところから、その治療ですか？ダイエットの、あ、ダイエットの方だ、はい、で私はもともと結構太ってたので、そのダイエットのお客さん側の人だったので、カウンセラーとか施術者とかそういうカテゴリーにはなかったので、でえっていう状態で帰り、でそこからまあ、そういう受付だけじゃない方にも携わるようにはなったんですけれども、じゃあそのダイエットのセミナーが純子様にとってこうとても運命的なものだったんですね。大きな転機だったと思います、はい、運命的な出会いを果たした2人だが、その出会いのきっかけとなった施術とはどのようなものだったのだろうか。筋膜リリースという施術になるんですけれども、難しいセミナーに、はい、まあ、いろんなセミナーには、はい、行ったんですけど、うん、その中でもその、今の、朝日の中で その施術にまつわるセミナーというのが筋膜リリースのセミナーになるんですけれども、その皮膚の下には筋肉とか骨を包み込む膜というのがあるんですけれども、その膜で体ってシャキッとしてると言われるんですけど、その膜が筋膜というものなんですね。シャキッとしてますもんね我々もシャキッとでその膜っていうのが非常に硬くなりやすいもので、で膜が硬くなることによって、例えば疲れが取れにくいとか、肩が上がりにくい、四十肩五十肩とかよく言われますけど、はい、今非常に上がりづらいです、ね、はい、ああいうのとかですね、むくみがひどいとか、靴下の跡がついて取れないとか、ああいうのはその筋膜が硬くなってしまった影響だと私たちは考えて、それをほぐしていくのがその筋膜リリースの施術にはなるんですけれども、そういうのを私はそのダイエットのセミナーからの流れで受付から進化して、そういうことまでさせていただくようになりました。以上、すごいです。すごいですよね、受付の女性だったわけですよね非常に助かってます。ここまで語れる人本当に二人三脚ですね
ということで、実際に筋膜リリースがどのようなものなのか施術スタッフに実演してもらった。筋膜リリースというのはこういった形で皮膚を吸い上げることによって、その硬くなってしまった筋膜を動きを良くすることによって、筋肉が緩みやすくなったりとか、血流が良くなって痛みであったりとか、そういったものが軽減されていくものになります。肉離れであったりとか、捻挫、あと五十肩、そういったもの、あと基本的に全体的に使えるんですけれども、特にそういった症状の時に施術させていただいてます。さらに朝日整骨院では、総院長である久保の頭文字の K と、骨盤筋膜施術を武器とする三形式という治療を用いている。今回はその一つである骨盤矯正を実際にスタジオで体験させてもらうことに。先に背骨の矯正からしていきます。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。少し顎を引いていただいて、背中を丸めていただきます。はい、背中の歪みを見ていきます。はい、右側に歪みがあるので、そこの矯正をしていきます。もたれてきていただいて、はい、で首の後ろで手を組みます。首の後ろで手を組む、はい、少し脇を締めていただいて、で背筋を伸ばします。でリラックスしていただいて、はい、ありがとうございます。で今度はこちらで腰の矯正をしていきますので、はい、こちらの椅子に向こうを向いて座っていただけますか。向こう向いて、はい、おっ、でもう一度顎を引いていただいて背中を丸めます。はい、じゃあそのまま後ろにもたれてきていただいて、腕を組むんですが、右手を左の脇で、左手を右の脇に通します。で肩の力抜いて、はい、はい、そのまま少し近い、はい、背中丸めます。はい、じゃなります。あ、いやでもね、久しぶりにバキッて鳴らしていただいたんで、ね、その音がどうかっていうのは別としても気持ちいいですよね。右のこの歪みがあるっていう自覚みたいな、いやありますよね、常にね。だけど立ち肩がきっちりこう変わってくるんだと思いますね。しっくりくるんだと思いますけど、通常だと、歪みのあるポイントっていうのを何箇所か、決めてそこを矯正していくっていう形になります。先生、あれもうすぐ右が、はい、っていうふうに分かるんですか。あ、分かります。筋肉の盛り上がり方であったりとか、実際に背骨も、寄ってしまっているので、右側に日頃の生活の中で、例えば右重心になってたりとかすると、そういう歪みが出やすかったり。必ず公演の時も右で立ってんだよね、分かってね。あ、そうなんですね。やっぱり人間、人には癖があるんですよね。そうですね、その癖っていうのがこう体に歪みとして出てしまって、最終的にそれが痛みに変わるので。え、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。お客様の反応っていうの、反響っていうのは、その後いかがですか、今の最近の。やはりその治療をすると、治療時間も短くて効果が高く出るので、非常に喜ばれてます。これがでも一番だよね。うん、選手たちもやはりそういうので来ていただいてるっていう形ですね。はい、そして朝日整骨院では育成にも力を注いでいるという。次は職場作りにおける心がけについても詳しく話を聞いてみた。実際今本当に素直な子が多いので、うん、こちらが伝えることをやはり素直に受け止めて行動してくれるっていうことが多いので、うん、やはりまあ定期的に勉強会などはさせていただいてるんですが、うん、僕らは逆に思うけどね、素直っていうよりか、なんていうのか、もう弁が立つ理論づくめで返してくるやつが多いんじゃないかなと思ったりするんですけど、やっぱり先生のところに集まられる方々は素直でもう全部吸収してやれみたいな感じになるんですか。そうですね、一生懸命です。一生懸命ね、はい、やっぱり特別な道に来るからね、患者さん治さなきゃいけないっていう使命があるからね。根本からの改善で痛みの再発しない体を再生する久保浩二。
そんな男が次に掲げるビジョンとは。たくさんの方にこの産経式ですね、の浅井整骨院グループの良さを知っていただきたいとすごく思ってまして、でやはりまだまだ悩んでいる方が非常に多くてですね、でまだまだ知られてないというところで、まあ、こうちに来ていただいて知っていただいて元気になってもらいたいという思いが非常に強くて、県外からも来られるので、その患者様がですね、ただこう反対にこう県外に来ないかっていう声もかかるんです。例えば東京とか埼玉県とか、はい、その辺からあのお店出さないかっていうふうにも声をかけられたりもするんですが、すごい素晴らしい、本当に広島県広島市に本当にお世話になっているので、まずそこを元気にしたいという思いで、もうそこの方たちに貢献をしていきたいなと非常に思っております。言葉は人を作り、人を変え、人を新たな世界へ誘う。ビジネスの最前線に立つ者たちが心に刻む言葉とは。実るほど頭を垂れる稲穂かな。稲の穂は実るほどに穂先が低く下がるものであり、人も地位や名誉を得るほど謙虚な姿勢が求められる。その一つ一つの学びをまた次へと生かしていく。これが朝日整骨院久保浩二にとっての格言である。